山内つみよしは、日本の実業家、山内ふさじろう商店二大店主。元任天堂取締役社長の山内博士は孫に、当たる。京都府京都市に、任天堂ガルタを創業し、花札の製造販売を始めた、山内ふさじろうは男児に恵まれず、1907年に、金田弥平の次男席両を、長女の婿養子として迎え入れた。 石料は1929年に山内房次郎商店に大店主に就任。房次郎から家徳を相続し、花札製造業を一層発展させた。房次郎が並行していた建材業は、石料自身も行っていたが、次女の婿に廃校本店を継承させ、分岐独立させた。1933年には、合名会社山内任天堂を設立。 手狭になった本社を移転し、同時に生産機構の合理化、経営効率の改善を行った。かつての山内任天堂本社社屋は、任天堂正面営業所を経て、公明会社山内任天堂の後ろ身である、株式会社さん内の所有となり、2021年に既存建物の改修と一部新築を行った上で、ホテルとして開業予定である。その後、 2022年春開業予定に変更され、宿泊者以外でも利用できるレストランが用意されることが発表された。1947年には、販売士会社、株式会社丸福を設立、同時にカルタ、トランプの自主流通を始める。株式会社丸福は、株式会社丸福カルタ販売、任天堂カルタ株式会社、 ニンテンドーカルタ株式会社を経て1963年にニンテンドー株式会社となっている。ニンテンドー製花札のパッケージに丸服の印が使用されている。赤両も、房次郎同様、家督を相続すべき男児に恵まれず、長女の婿養子に工芸家出身の稲葉鹿之助を迎え入れ、二人の間に念願の長男、広志が生まれる。しかし、鹿之助が、 近所の女性と駆け落ちしてしまい、幼い孫の広氏が残された。1949年、病でこの世を去る、66歳坊津。死の直前、家督をわずか22歳で継ぐことになった孫の広氏の任天堂で働く、三内科の者は、自分以外に必要ないという条件を飲み、会社にいた山内家のいとこたちを会社から退けた。ありがとうございます。